こからこの兵士のね、まだ銃を手に入れてないから、と M9 は手に入れた。ノードにアクセスできてない。お前ちょっと待て、なんだこの距離でこれやっても大丈夫な？ちょ、めっちゃ来るやん。めっちゃ来んじゃん。もう壊されて壊しておこう今のうちに。シルバー中央棟1階で異常発生。まずい。至急確認に向かえ。M4 で代用できない。AK らしいが M4 で代用できないかな。ゆっくり歩いてれば。大丈夫だ。異常はない。異常あるだろう。あ、どうだった。なんでもなかった。なんでもないことないよ。よし。これでとりあえず安心というか。レーダーあるだけでだいぶ違うからな。とりあえずアイスラーと同じような歩き方してればこのよく見なきゃ M4 も AK もそんな変わんないだろうっていう変わるかな。お待て、それ AK じゃねえぞって。あ、でも麻酔銃手に入ったことがだいぶできんな。どんだけロッカー挟んねん。結構いるんだな。こっちはあれか、連絡橋に。これ奪えへんの？これダメな。別に撃たなきゃ武器ぐらい何でもいいだろう。いざという時撃てないだけで。ん？エレベーターがあるな。エレベーターに乗ればフロアからフロアへ移動ができる。エレベーターを呼ぶには近くにあるパネルの前でアクションボタンを押せばいい。しばらく待てばエレベーターが来るはずだ。そこのエレベーターは特別だ。パネルの上に変わった形の監視カメラがついている。お、なんかついてたね。ああ、視界に入っても反応しないようだが、これは？そのカメラはパネルが押されると起動してエレベーターに乗ろうとしている人間をチェックする仕掛けになってるみたい。つまり敵兵士に変装していないとエレベーターを呼んだ瞬間に発見されるということだ。え、これいける？ AK じゃなくてダメ？あ、ちょ来るでない。無理？どう？あ、溶けた。あ、いっぱい来てる。早っ。もうちょっと待って、もうこれ来んの？ちょ、まずい。うわーっ。いや、ジャック、お願い返事をして。ジャック、返事はできないわ。これで堂々と。お、気づかれない。いいね。不審な行動しても、お、気づかれない。もちろんカメラも気づかれない。
1階でいいのかな。地下1階。ここ網膜パターンね。網膜パターンを照合しました。どうぞお入りください。ここに来てじゃあ書き換えてるってことだよね。選挙した後にロッカー開けるだけよ。死んじゃないよ。あれ俺のロッカーどこだっけなーつ。おいおい、俺たちテロリストなんだからこの子にロッカーある中身があるわけないだろーつ。そんな会話を繰り広げつつ、お前らなんだ置物か。あれノードはあった。レーダーと安心よ。あ、ちょっと。寝てるだけだ。大丈夫、これ変装さえ大丈夫か。って何があったんだ。何でもなかった、平常通りだ。2階行こう。行けるとこ行っとこう。電算室ここもないのか。ん？ノード。お。あ、びっくりした。ノード。あ、ここ絶対これでしょ。お兄ちゃん。お兄ちゃん。はいはい、お兄ちゃんですよ。あった。陰性ガニ。今回たくさんのノートとアクセスしてるな。調子はどう。絶対ぶつかったら。こんにちは。こんにちは。変装解けんだよな。お。おお、何？マイク出てた？指向性マイクを手に入れたな。それで人質の心音を聞くことができる。これか。エイムズは心臓にペースメーカーを埋め込んでいるらしい。心音が違うはずだ。それを指向性マイクで聞き分けるんだ。おい。こんにちは。やっぱ変装してても敵兵に囲まれるとちょっと怖いな。お、びっくりした。お前早いよ。なんか意味深じゃなかった。あ、もしかしてはよ。違うか。会話聞けんのかなと思ったけど。近くに行ったら聞けんのか。あ、ロッカーの上。
あ、あれ拾えないでしょ。無理か。殴っていかんのね。網膜パターンを照合しました。どうぞお入りください。よしよし。ここか。めっちゃいるわ。こいつだ。演説用の台かな。